はい、揃いましたね、よろしくお願いします。皆さん今日はありがとうございます。バトルキング AD の山部です。よろしくお願いします。まあ、皆さんバトルキングの番組の大ファンということで、まあ、観覧、規模抽選当たった方々です。おめでとうございます。まあね、見ていただいている方は分かると思うんですけども、まあ、このご時世です。観覧席でね、スタジオでお客さん呼んでやるっていうのが今ちょっと無理な状況なので、皆さんご自宅から、この映像をですね、スタジオの観覧席に画面を1個ずつ置きますんで、8画面あるというふうにイメージしておいてください。で、まあ、タレントさん、お笑い芸人さんとか出てきますんで、その時に大いに盛り上がったり、タレントさん芸人さんのテンションを上げていただけたらなと思っております。本日はよろしくお願いします。まあ、普段僕はスタジオで前説をやらせてもらってるんですけども、まあ、今こうやってリモート前説っていうちょっとすごい新鮮なんですけど、よろしくお願いします。まずですね、最初なんですけども、このバトルキング登場した時、皆さんご存知だと思います。お笑い芸人さんがブワーッと出てきます。でトークをしますよね。でブワーッと出てくる時に、皆さんまず拍手で、迎えてほしいです。お笑い芸人さん、タレントさん、皆さんですね、舞台上からステージから見て、観覧席の皆さんの画面を見てますんで、それをイメージしてください。はい、じゃあまず出てきます。拍手の練習です。それでは拍手。いいですね、ありがとうございます。皆さん極力拍手がこう画面に映るように、拍手してください。ここの画面で思いっきり表現してください。お願いします。はい、こちらのオンエアにも乗っかりますので、皆さん大いによろしくお願いします。いい感じです。はい、じゃあ続いていきましょう。続いては笑いの練習です。皆さん声を出して大いに笑ってください。それが僕が笑ってくださいと言ったら、皆さん大いに笑ってください。それでは皆さん笑ってください。OK です。ちょっともしかするとちょっと硬くなっちゃってる感じもありますんで、皆さんお腹の底からこうわっはっはと大いに笑ってください。それではもう一回いきましょう。それでは皆さん笑ってください。ですね、ちょっとちょっとまだ硬くなっちゃってるんで、まあ、これいつも前説ではやらせてもらってるんですけども、一人一人ちょっと笑いの練習をしていけたらなと思います。なので一旦とりあえず今からですね、スピーカービューにしますんで、まず皆さん観覧客 1,2,3,4,5,6,8 まであると思うんですけども、まず1番の方以外、ミュートにしてください。はい、それではスピーカービューにします。はい、それでは行きましょう。まず観覧客1番の方。はい。はい、大いに笑ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと硬くなっちゃってるんで、今からまた2番の方やっていきますんで、ちょっとこうほぐしておいてください。はい、それでは続いていきましょう。観覧客2番の方お願いします。それでは2番の方、大いに笑ってください。ですいません、ありがとうございます。ちょっとね、ちょっと硬いですね。はい、こう大いにお腹の底から笑っていただけたら嬉しいです。はい、じゃあまた3番いきますんで、ちょっとほぐしておいてください。はいはい、それじゃあ3番の方よろしいですか。はい、それでは3番の方、大いに笑ってください。
はいはい、ありがとうございます。はい、皆さんね、もっとこうはい、こんな感じでいけたらな。ちょっと硬くなっちゃってるんで、はい、じゃあちょっとほぐしといてくださいね。はい、じゃあ続いて4番の方いきましょう。はい、4番の方準備は大丈夫でしょうか。はい、はい、じゃあそれではね、お腹の底から大いに笑っていただけたらなと思います。それでは4番の方大いに笑ってください。ルル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 すいません、ありがとうございます。こうね、お腹の底から笑うっていうのを表現していただいてありがとうございます。でもなんていうか、こうもっとこうはい、こういう感じでちょっと皆さんね、笑い方がなんか似ちゃってるんで、はい、こうやっぱバラエティ番組なんで、それをイメージしてください。4番の方ちょっとほぐしておいてくださいね。ちょっと緊張しちゃってるかもしれないです。はい、それでは次5番の方いきましょう。5番の方準備は大丈夫ですか。はいはい、それでは5番の方大いに笑ってください。ルルやばい、怒られそう。ちょっとね、皆さん硬いんで、はい、ちょっと今の5番の方はちょっと怖いんで、はいはい、ちょっと怖いです現状なんで、もっとこうあと笑う、ほぐしといてください。次行くんで ほぐしといてください。はいはいはい、じゃあ次6番の方、はい、準備大丈夫ですか。はいはい、じゃあいや、そうですね、いい感じですね、声はね、はい、その声の感じで、はい、大いに笑っちゃっててください。はい、じゃあ6番の方笑ってください。なんで全員この笑い方なんだ。なんで全員この笑い方やねん。なんで全員この笑い方やねん。はい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 、そうですね、なんていうかこのっていう感じですね。皆さんちょっと今でってなっちゃってるんで、そうじゃないですはい、こういうイメージでいきましょう。ほぐしておいてくださいね。はい、じゃあ次7番の方いきましょう。7番の方準備 OK ですか。はいはい、それでは7番の方大いに笑ってください。
はい、はい、そうですね、どうですかね、皆さん何かこう人の見ててこう何か感じるものはないですかね、なんかこう硬いなっていうのが、はい、まあいいです、はい、とりあえず報告しておいてください。はい、じゃあ次、8番の方最後ですね。はい、8番の方準備大丈夫ですか。はい、頼むぞ頼むぞ頼むぞ、普通の笑い方であってくれ、頼むぞ。じゃあ8番の方大いに笑ってください。はい、はい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 、はい、じゃあ一旦ちょっとはい、ギャラリービューにします。はい、皆さんマイクもオンにしちゃって大丈夫です。どうですかね、皆さんこう他のお客さんの笑い方を見て何か感じるものはないですか。ちょっと変だなって、はっきり言って気持ち悪いなとか思わないですか。まあ、やったらいけるんかな、やったらいけるんかな、やったらいけるか。じゃあとりあえず一旦、はい、じゃあちょっとまあ笑いの練習というか、ここ笑いどころだと思ったら皆さん大いに笑っちゃっててください。今日なんか遠くから、リモート中継してる方いらっしゃいますか。遠くから、あ、はい、1番の方は、あ、千葉です。あ、千葉、どう、遠いといえば遠いですけど、リモートだとどうなんですかね。はいはい、じゃあ、千葉より遠いぞって方いらっしゃいます。あ、7番の方どちらから。長崎です。わー、遠いですね。はい、長崎の主食はカステラでしたっけ。あー、まあやばいやばい、まずこれまず、別に遠くなくてもいいんで、遠くからリモート中継してるぞっていう方いらっしゃいます。あ、8番の方は、名古屋。名古屋、名古屋の主食はウイローでしたっけ。遠くから他来た方いらっしゃいます。遠くから来たぞって方、はい、5番の方はどちらから。高知です。遠い、高知ですか。高知、はい、高知の主食は何も思いつきません。はい、あれ、皆さん、お腹の底から笑ってください。はい、笑ってください、どうぞ。
ああやれないです。もうすぐ本番が始まっちゃうんですよ。はい。もうすぐ本番が始まっちゃうんですよ、皆さん。はい。もっとお腹の底から笑ってほしいです。はい。お腹の底から笑ってほしいです。はい。はい、お腹の底からね。じゃあちょっと、そうです。特にひどかった8番の方、8番の方、ちょっと笑ってみましょうか。お腹の底から。はい、どうぞ。はい、はい、OK です。OK です。OK です。はい、はい。もうすぐ皆さん始まりますんで、もう観覧席に皆さんの画面がもうすでに置いてる状態です。もうすぐ本番始まるんで、皆さん本当にほんまに笑えよ、腹の底からな。ほんまに笑えよ、頼むぞ。な。このままほんまにやばいから、マジで。ほんまに、思いっきり笑って。ね、OK ですか？じゃあ、もうすぐ本番始まりますんで、本番始まったら、あそこの扉が開いて、お笑い芸人さんがバッと出てきます。その時、拍手で迎えてくださいね。はい。で、一気にいつも通りエピソードトークしますんで、その時は大いに笑ってください。はい。それでは本番いきまーす。はい。5秒前。4、3、2、1。Good.